おきげんよう、ただいまブリドゥエンにいます。前回パラディンダンスの一件が片付いたのかな。で、これからのことについてマクソンと話すのかなって思います。お呼びかえるだ。続ける前に一つはっきりさせておきたい、うん、この会話がダンスについて話す最後の機会になるだろう、うん、EOS に関わっている限り彼は死ぬ。分かっているか？分かった。分かった。よろしい。当然ながらダンスの処刑は命令系統に大きなほころびを生じさせる。あの裏切り者は重要な役割を担っていたからな。だが君ならうまく補ってくれるだろう。パワーアーマーを含め今や奴の住居と全財産は君のものだ。おめでとう、パラディン。うん。うん、最初からそのつもりでいたんでしょうね。そのダンスをもし処刑していても彼のものは私のものに なっただだろうし。つまらないかね、ナイト。パワーアーマーは？ダンスはどこにパワーアーマーを置いていた？きっと船のプロクターイングラムの区画だろう。誇りを持って身につけろ。 BOS パラディンが同志たちの結束の象徴になるだろうということは覚えていてもらいたい。彼らや私をがっかりさせないだろうと信頼している。いずれにしても突入を始める前にまだインスティチュートとの争いや大量の任務が残っている。リバティプライムに最後の仕上げを施す間にキャプテンケルスは作戦に対する潜在的脅威を特定した。次の任務のためすぐに彼の元に向かえ。アド・ビクトリアム、パラディン。アド・ビクトリアム。パラディンダンスのパワーアーマーを見つけたい。そしてできればパラディンに返したい。塗装を変えれば再利用できるだろうし、 BOS の思い出の一つとしてもう忘れたいかな。ヘイルーム隊、機関報告へ。ここにいつもパラディンいるんだけど、肉詰めの塊を少量のヌカコーラで固めた。スクライブネライアのことはよくわからないが、ちょっとばかり自分の動物園を愛す。 BOSVVT60D だと。強い。これパラディンが着てたやつだよね。生活のアドバイスさ。こっちは、あ、こっちは人のものだ。こっちは今着てるというか、今、あ、こうやって選ぶんだ。今知った。マウスのスクロールで選ぶんだ。なるほど、これが支給されたわけだ。 OK、 これで強くなったはず。で、また取りに来よう。必要だったらフュージョンコアもいただいて。話がある。分かった、聞こう。イングラムもいる。アカディアじゃなくて、違う、気にするな。気にするな、お前がそういう。報告しておきたい。これじゃない。これじゃないんだって。これじゃないんだって。気にするな、お前が。報告しておきたい話がある。分かった、聞こう。北へ向かうことは可能。連邦、詳細な。違う。これは違う。ちょっと待って、これってこれなのか。キャプテンケルズと話す。これやらないと進まないってこと。報告しておきたい話がある。分かった、聞こう。全周波数帯は順調。アカディアのこと。アカディアという場所を見つけた。 BOS はそこをどうにかしたがるだろう。なぜそれを気にすべきなのかわからない。なぜ関係あるのか説明してくれないか。要塞化されて、これ言いたくないんだが、ディーマのことは言いたくないんだが、これをやらないとこの会話に進めないのかな。この人が報告しておきたい。ケルズだよね。ケルズ、ちょっと待って、これはやらない。これはやっぱやらない。やらずに、
他のやろ他のキャスルに行く。これをやろっか。インスティチュートはこちらが力を蓄える前にキャスルを攻撃してミーツメンを破滅させようとしている。これを守ろう。でその前にパラディンとちょっと、OK、あいるパラディン、なんかめっちゃごっつい。パラディンダンス、任務を続ける準備はできたか。できたよ。準備完了だ。了解した。ごっついアーマー着てる。ダンスと行動してる間 BOS とは何なんて敵対するって。オッケー。3つ目はエルダーリオンズが仕切っていた頃の BOS を思い起こさせる、うん、ぼんやりとして慈悲深い性で自分たちのためにならなかった。エルダーリオンズって3の指導者だっけ。来るのかな、インスティチュートが。なあロニー賞、当分間に合ったね。新人ミニツメンの力量を今から試してみるところだよ。インスティチュートのカラスが大勢で何かを嗅ぎ回ってる。おそらく近々攻撃を仕掛けてくる。勇士を積むと兵力は足りている。新米たちが本物の戦場でどれだけやれるか見極めよう。だが守りが甘い。手遅れになる前に対処しなければ。守りを固める。ブレストン・ガービーもいるね。守りを固めるか。ああ、防衛上げればいいのか。確か前どっかにタレットが置いてあったような。これかな、違うかな。あたたたたた、これ電力が足りないか。レーザータレット、いつ来るんだ、インスティチュートは。これ電力多分あのラジオ塔だけで使われてしまってるよね。これ一旦どうしよう。でも外に出そう。最悪発電所を作っちゃえばいいか。壁が大事だな多分。壁、入り口を一個に制限すれば。あ、ちょうどいいのがあった。 OK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  よし、壁ができた。で、他に入り口、ここは塞がってで、さっき入ってきたところに守りを固めればいいか。そうするとタレットをたくさん置いた方がいい。まだ来ないでねまだ来ないでね。よし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 。まずこれを置いて、あー、上空いてる。こっから入られてしまう。ここにも壁が大事なんだ。結構ストラテジーゲームは好きでやっているので。高さどれくらいめり込んでも大丈夫なんだろう。 OK、 これで入ってこられないはず。ジャンプはしないとね。何ちょっと待って、なんか言ってる。もう来る。サウスボストン、あ、ちょうど今いるとこだ。ちょっと待ってよ。タレットがジェネレーターを置く必要がある。ジェネレーター、あのタレットを動かすために。電力はパワーは20で足りているのかな。こっからつなげればいいか。ちょっと待ってよ。はい、あ、違う、入ってきた時のために。ここ入ってきたらこれで。いやー、来ちゃった急いで。よし、繋いだ。 OK、 じゃあ迎え撃とう。
パレットが反応してるから。あ、いた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 、コーサーだ。動かんで。ちょっと待って、タレットがすぐに壊されてる、壊されてる。そう、これバッツじゃないと全然全然当たらない。パトローラーか、コーサーは来ないのかな。コーサーじゃなかったら多分大丈夫。キョ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 、コーサーいるじゃないか。コーサーいる。うわー、透明だ。大丈夫、なんとなくで当たればいい。伝説のパトローラー、フュージョンコアを失う、バッツやると。パレット修理していかないとな。ここだ。遠くのやつやろう。あ、これマーカー、便利便利便利。よし、マーカーどんどんつけて。ブレストン、ブレストンガービー。よし、ガスターウォーズみたい。オッケー、まだいる。ショットガン撃ってるみたい。えい、レポートしてきた。そう、音楽が、音楽、えい、頭じゃないと弱いな。えい、火炎放射使ってる。誰の火炎放射なんだ。音楽が穏やかだ。もっと壮大なやつになってるのかと思ってた。いいぞ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 。えい、グレネード。そういえば迫撃砲というか、ああ遠くに投げすぎた。あった気がしたけど撃ってる余裕がない。どこにいる、真下にいる。タレット全部壊され、あ、壊されされてるな。中に入られてるじゃないか。中のタレットは稼働していないのか。ちょっと待って、コーサーもいる。あー、弱いものからやらないと。見えない見えない。またよし、なんかあれだね、どっから入ってきてるんだろう。レーザータレット、思いっきり入り口から入ってきてるのかな。あれだね、インスティチュートもDOS も敵に回しそうな勢いだったね。ちょっと修理しよう。ちょっと浮かれてるけど。すぐ壊される。修理する。 OK、 違う。焦るんじゃないよ。でん、よし、クリティカルはコーサーのためにある。オッケー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 。シュー、あそこから出るんだ。どれが。すごいスターウォーズみたい、本当にスターウォーズみたい。オッケー、 70% 守った。コーサーだ、あれは。ちょっとコーサーがいる。あのインスティチュートに一人前一緒に
ソニーショー一緒にあのアンドロイドの奪還をやったアンドロイドがいるんだけど、彼のパークが彼と仲良くなると、このレーザー耐性が強くなるパークがもらえて、それがあるおかげでかなり回復がなくてもなんとかなってるのかもしれない。おー知れないタレットすぐ壊されてしまう。プレッシャーがすごいな、あの青いレーザーの。コーサーしかいない、さっきから。あー透明なんだよな。よし、クリティカルを打ち込もう。よし強いな、クリティカルでも。それかロニー死にそうじゃないか。大丈夫、入ってきてない。私がちょっと的になろう。前線で的になろう。ミニッツメン交差ちょっと近いぞ。ミニッツメン、うわー、私が盾になるのじゃ。縦にも限界がある。あ、スティームパーク自動使用便利だ。今死んでたかもしれない。よし、強かったっけインスティチュードのライフルって。こんなに強かったっけ。見えない、何も見えんよ。なんで中のタレットが働いてないんだ。設置ミスっているのかな、電力が足りないのかな。 80%集中砲火じゃないか。あー、どっから撃ってる？入られてる？OK。もう骨組みじゃないか。コーサーに。よし、クリティカルを打ち込む。アーマー、パワーアーマーが結構持ちこたえているな。パレットがほぼ使い物になっていない件について、壁が役に立ったね。 OK、 パレット撃ってない。コーサーやばい、腕がもげそう。パトローラー、 OK。 アンドロイドも塵になる。コーサーいた。命中率上げ、あ、間違えた。命中率、よし、クリティカルは命中率に関係ないのかも、もしかすると。ドーン、いいね。これちなみに今撃ってるのはパラディンダンスからもらった銃、もう最強強化したもの。かっこいいな、ミニッツメンのライフル、音がいいね。ロニーのセリフが完全にレーダーのものなんだ。お、守った。まだコーサーいるぞ。
クリティカル。おお、そんなに食らわない。プレストン・ガービーと話す。OK。失敗？タクティカルティング。え？なんで？なんで失敗になる？お前のママが生まれる前からお前のようなクズを倒してきたんだ。ちょっと逃がさんよ、逃がさんよ。どこどこ、痛い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 。あ、難しいこの狙撃は。はい、あ、当たった。よし。逃がしてはならない。インスティチュートに返してはならない。止まった。フュージョンコアを失った。よし、まだいる。あ、まだいる。あそこで止まってほしいな、止まってほしいな。多分ワープを待ってるんだと思う。あ、いいね、ステルス。 AP を使う行動を取るとフュージョンコアを OK。 よし、なんで失敗になったんだろう、何が失敗になったんだろう。プレストン・ガービーと話す。 BOS とのやつが失敗になったのかな。でもこれどっちにしても受けられなかったからな。もう BOS とはいいか。これからはミニッツメントやっていこう。みんな聞いて、インスティチュートはこちらを甘く見てたけど、それが間違いだと教えてやったよ。次はこっちから仕掛ける番だよ。目に物を見せてやろう。今日は大切な人たちを失った。死んだ者と生き残った者、彼らを分けたものは何か。残念ながらその答えは私の管轄外だ。私に言えるのは、彼らの死を無駄にしてはいけないということだけだ。犠牲者を思いくよくよ嘆いたり、勝利に酔いしれたり、そんなことをしている暇はない。我々はミニッツメンだ。だからいつでも次の戦いに備えなければならない。仕事に戻ろう。これでインスティチュートもミニッツメンと争うのをためらうようになったはず、うん、あのネズミたちにどうやって反撃するのか考えてるのかい。早くアイデアが浮かぶといいね。今度はもう片方の足で蹴っ飛ばしてやりたいね。プレストンが話があるの、きっといいニュースだよ。反撃しないっていうのはないのかな。ロニーってなんか売ってたよね。物資を補充するか。ひたすら守りに徹する。見てってくれ。あーん、ラストミニッツ、あれなんだな。なんだっけ、ショートショート違う、あのミニッツメンのライフルが売ってるのかと思ったけど、あ、めっちゃ武器売ってますね。なんでも屋さんだ。じゃあこの辺のものを、ちょっとアンドロイドのやつを、インスティチュードのものを回収して、これをちょっと買いたいと思います。じゃあここで一旦区切ります。次回あのロニーじゃなくてブレストン・ガービーと話して、多分インスティチュートに対抗するんだと思うけど、その方法を考えていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。それではお疲れ様です。